糸が出来上がるとその糸を編んで布地を作ります。これも長い間人間の手によっていました。縦糸に横糸を通して織り上げていきます。この人が右から左、左から右へと走らせているのが横糸の入った火、シャットルという道具です。機織りの職人たちは地面をえぐって作った穴の中に入っています。17世紀の初め、イギリス人が来る何百年も前からインドにはすでにこういう食器がありました。火に新しく横糸を入れます。